てんちゃん、これ置いてたん？今日はね、純夜勤ですからね。ね、じゃまずパックのご飯から作るかな。おいで。パックどう？食べて。楽しみ？じゃん。パックさん、今日ママいませんよ。何して遊ぶ？うえ何して遊ぶ？男で、二人で、何して遊ぼうか。おいで。あれ？サッカーボールどこやったん？完璧です。ウィディ、ウィディ、ウィディ、ウィ。これ好きなやつだね。最近これめちゃくちゃ噛むからね。いいよ。結構フレブルみんな好きなの。ね。みんな好きなの？これは。フレブルの人は どうなんですかね、皆さんのフレブルは。もしよかったらコメント欄で教えてくださいね。ね、違うよ。登りたいんですか？登る？登りたい？登りたい人。登りたいよ。はい。はい。大丈夫かな？そういえば、あれなんですよ、皆さん。これ、見えますかね？バッグの歯がこれ抜けたんですね。ね、そう、これもうめちゃくちゃおもちゃみたいだよね。普通にこの歯虫歯、これ穴が開いてるわね。ちょっとこれは黒かった。どんなペースで歯が抜けるんだか全然わからないけど、とりあえず飾っとく。ご飯食べたいの？ちょっと待ってね。あと5分。あと5分。パックの模様見して、みんなに。パックの模様を見してあげて、みんなに。そう。そう、ほら。模様がね、かっこいいんですよ。この時が来たぞ。で、ハウス！ナイス！いいね。今日のハウスも切れてるよ。バック、ドゥン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 。待て、よしこ、素晴らしい。実は犬アレルギーっていう。
フレブルめっちゃ好きだけど犬アレルギーっていうね。ここはカットしようね。散歩行く？散歩。散歩行くか？そうするか。天気もいいしな。散歩。散歩行こう。いいか。なんだこれ。どういう状況？木に貝がぶっ刺さってるわ。なんで？よいどん。よいどん。今からお風呂入ってくるから待っててくれ。待っててね。お風呂入ってくるからね。ベロ出してないで。ほら、行きましょう。じゃあねー。サンゴのフェーフェ。さっぱり。あ、ダメ。今日は妻から1000円もいただいたっていうことで、まあ、結構買ってきこれ1000円じゃ収まってないんですよね。自分のお小遣いと1000円くれたんで、いっぱい買ってきちゃったん。ごめんね。ほら、見て。今日はパックと2人で過ごすということで、レレレレレレレこれ。そしてさらに、うちではジョッキも冷やすっていうシステムです。これで今日は一杯やっちゃおうかな。バック、一緒にやろう。やる、オッケー。よし。よしよしよし。ただいま、夜の7時でございます。やっちゃいますか。今日ママいないしね。しゃー。あ、しかね、斜めに継ぐべきだったな。やらかした。アホだ。パック乾杯。乾杯。うまうまい。うまいよ。熱い。風呂上がり。いただきまっちゅ。すごい良さそう。かゆっ。自分でこうワンちゃんを飼うっていうのが初めてなんですけど、まず赤ちゃんの時から飼い始めて、でなんかもう全部が全部心配で、例えば初めて病院に注射、ワクチンの注射なんですけど行った時に、あのゲロ吐いちゃったんですよ。注射した後かな、注射して帰ってくる時に。でそのゲロ吐いたのもまずめちゃくちゃテンパったし、なんだろう、注射で吐いたのか俺の車の運転で吐いたのかみたいな、もう全てにおいてテンパる。なんかちょっと何かを食べた瞬間で、わ、死んじゃうんじゃないかなみたいな、めちゃくちゃ我がことになるともう全てが全て心配になっちゃって。で、あとはフレンチブルドッグって結構肌が弱いらしくて、わかんないけど、なんかこう、なんでだろうね、肌がすごい弱い子が多いってなって、最初飼った時も
お店の人からすごいフケの症状があるっていう風にすごい言われてて、まあ、確かにすごい結構ちっちゃい時はフケがついてたんだけど、今はあの病院にちゃんと見てもらって薬用のシャンプー、その動画も載ってるんで見てもらえればと思うんですけど、あのシャンプーを買ってもう3回ぐらいプーして、で3回目ぐらいなんだけど、もうすごく皮膚が良くなってフケが本当にもう見れなくなったんですよね。プレブルちゃんの肌のそのケアみたいな詳しい人いたらすぐ教えてほしいなと思います。あとはこう飼ってて飼い方でこう妻とこうああだこうだみたいなのは結構ありましたね。どういうしつけをするべきかみたいなところは結構なんかいろんな人の動画を見ると、あの基本はなんかこう怒らないみたいなしつけの方法がいいとか、あとはもうダメなものはダメ、いいものはいいみたいな、そういうしつけの方法をやった方がいいよみたいな。でうちは結構手とか噛んだらしっかりこう目見てダメみたいな、痛いよっていうのをちゃんと理解させてあげて、違うおもちゃとか噛んだらよしよしって褒めるっていう、そういうスタイルでやって、で妻はそれをすごいうまくいってて、めちゃくちゃパックに噛まれなくなったですけど、僕がダメみたいなねあんまりうまくできてないせいか、めちゃくちゃまだ噛まれるっていうね。なんか手をこう指でパチパチしておもちゃにしたりとかして遊んでたら、その手のことすごいおもちゃだと思っちゃって、だからそこは今なんとか改善中です。飼い方みたいなのって他の犬と違うのかな、わかんない。やっぱ他の人の育て方とか見るの参考になるし、あとはなんかこう犬を飼ったら初めて気づいたんですけど、あのめちゃくちゃ自分の子もそうだけど他の子もめちゃくちゃ可愛く見えるし、なんかそれで結構もう可愛い可愛いっつってめちゃくちゃインスタとかツイッターとかももう食い入るように見ちゃうよねっていう話なんですけど、あとパックはここの間に入るのがめちゃくちゃ好きですね。なんかわかんないですけど犬って狭いところに入るのが好きなんですかね。なんかめちゃくちゃ家の中でも狭いところに入りまくる、狭いとこ好きな。爪の切り方とかも覚えていかなきゃいけないんだよね。はい、今日はあとはもうゆっくりとパックとの時間を過ごしたいと思います。また次の動画も見てください。それではバイバイ。第1ラウンドを突破した日本、続く第2ラウンド初戦の